低温科学研究所の杉山真です。私は氷河氷床の研究をしています。氷河の氷が大きくなっているか小さくなっているか、その変化を調べているところです。グリーンランドは南極の10分の1の大きさですけれども、南極よりもずっと早く氷を今失いつつあります。 1.5 キロの厚さの氷が 80% 覆ってる、まあ、まさに氷の島と言っていいと思います。で、これが南極と違う特別なところで、5万人ぐらいの人口がグリーンランドに住んでいます。カナックっていうのは北極のグリーンランドの小さな村で、我々10年ぐらい前から研究で通っているところなんです。氷河から溶け水が川として流れてくるんですけれども、その川が氾濫して橋が壊されたり、大切な道路が崩壊したりしました。まあ、一つは気温が上がって氷がたくさん溶けて川の水が増えて、でもう一つはですね、最近雨が増えてるんですね。北極なんていうと降るなら雪っていうところなんですけれども、最近は夏場に激しい雨が増えて、そういった雨の水も河川の洪水につながっていると、そういうことが分かってきました。私の場合は現地に行って観測するのが好きなんです。氷河数百メートルの厚さがありますが、その氷の下がどうなってるか、深い穴を掘ってその下を覗いてみる、まあ、そういったその場でないとできないことを今やろうとしています。ヨーロッパなんかでどうでしょうね、1970年ぐらいからやられ始めて、で私が2000年ぐらいに氷河のことを始めた時に、スイスにしばらく留学したことがあって、そこでその技術を学んできたんです。理屈の上ではお湯沸かして氷溶かしながら掘るだけなので、すごくシンプルなんです。ただそのオペレーションが正直難しいですね。やっぱりこう人里離れた氷河に、かなり大きな機材を持ち込んで、こう燃料を燃やして、かなりこう複雑なオペレーション、野外オペレーションを やりたい、またやれるような人しかできないので、科学者のデータを見ると今起きている気候の変動は、まあ、これまでにないスピードだというのが分かっていますので、なのでその影響が私なんかが関わっている氷河氷床に出ているのも感じます。ただこう長い時間を見ていくと、この変化はゆったりしてても、やっぱりもっと大きな幅で変化しているはずなんです。グリーンランドも南極も、まあ、言うなれば氷なんかなかった時期もありましたから、でそれが今1メートル2メートル氷が減ってるっていうのは、そういう大きな変化の中では小さいと思いますね。ただその変化の速度はものすごく急激です。それは感じるところあります。料理を作ったりするのは結構私は大事だと思ってるんです。まあ、そうすると普段と違うことでこう工夫しながら料理を作るし、まあ、そうすると料理作った人にはみんなこう感謝の気持ちがありますし、で作ってみんなに食べてもらうと、それはそれで嬉しいですし、まあ、いろんな意味でそのチームが盛り上がるというか、データ取れたら、まあ、すぐ見て解析すると、あっちからもこっちからも見て、で何かもっとできないか、またそれが何を意味しているかっていうのをその場で考えるようにしてます。そのグリーンランドに住んでる人たちは、まあ、何を食べてるかって、ね、ものすごく集中してる研究者と、グリーンランドの氷河がどのくらい溶けてるかっていう集中してる研究者が、これ共同して気候変動が社会に与える影響を明らかにしようと思ったら、まあ、やっぱりこの殻からちょっと出て、まあ、またいろんな人と交わって、もう少しちょっと新しいことを考えないといけなくて、それが難しいところです。ただ一番大事なのは同じフィールドを共有することで、一緒に行ってそのグリーンランドの村で一緒に見れば、やっぱり食べてるものと氷河とだんだんつながってくると思いますので、それは大事です。ただまあ難しいというのも実感しています。何百メートルもある氷に穴を掘って、その下に、まあ、例えばビデオカメラとか入れるんですけれども、そうするとそこに何かおわっていうようなものが映ってしまったりとか、まあ、そういう地球の、まあ、自然界の何かを、ああ私だけ見てるっていうのは、まあ、醍醐味ですね。はい。